はい、こんにちは、サルウィンです。いきますか。天内大戦エロロナテキを検出しました。サンサンサンフォーアフレロジジキューということで、お相手は私です。ですね、今回私が普通といえば普通特にネタではなくて、割と確か普通なんですよ。そう、普通、強いて言うなら一応感覚を試して、もう一回試してみようかなと思ったんですよね。感覚の研究、じゃないや、推挙ですね。でお相手はですね、4枚球審ですね。いや実際ね、このタイプ結構辛いんですよね。てか全国でもちょこちょここのタイプにはやられてるんで、まあそこら辺っていうかね、すごいですね、柵の張り方がすごく雑なんですよね。さすが天内大戦って言っちゃなんですけど、いやこの柵の張り方はないな、びっくりするわ。びっくりする張り方してますね。我ながらびっくりですよ、この柵の張り方は。もうなんか一枚柵意味ないしね。これはやばいですね。ちょっとお遊びが過ぎてるな。よくない。シュウタイがね、遊んでますね、いつの間にか。ダメだな、やっぱりちゃんと集中しないとダメだな。いいかなっていう感じなんですけど、柵の張り方が非常に怪しいのであんまり良くはないですね、正直。2枚でも2枚球審でもさばけるかっていう感じなんですよね。柵がないのでもうほぼ苗に等しいっていうね。2枚柵が残ってるのに柵が苗に等しい状況ってどういうことやねんという感じなんですが、いやー、まあでもこれもうまく、まあせめて乱戦を上手に使えば、あるいはといったところなんですが、あー曹操がやらしい。いやーもうほらこの柵こら柵が仕事してない。いやー反省だ。ここもシュート一撃取れたよ、そうそう。もうリアル反省会しかないな。やっぱ天内大戦とはいえ、もうちょっと真面目にやるべきではなかろうかという感じですね。これはひどいな。ドイヒーですね。あはは。いやーダメだな。さすがにちょっとひどいな。そうだね。これはひどいですね。ひどいですね。いや聞いていただきたい。まあこうなるわな。俺が取る。まあこうなるわなと。では失礼。まあ監督は頑張ったよ。まああとはもうね。いましたね。そう、実はね、そうなんですよね、いたんですよね。そろそろね、踏むかなと思ってたらね、まあ踏みますよね。まあ見事に釣られた感はありましたけど、まあ一応ね、そろそろメンツ的に復活するんで大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、というわけでまあ引いてくれましたね。いやしかし内乱取られすぎだな。ちょっともうちょっと塗っていきたいところだよね、実際。ちょろっと塗りたい気持ちが出てますね。私の心はあなただけのものでございます。まあとりあえず待っていきますが、こういう時に限って策謀策ではない。まあ言うて今回の策はほとんどあまり意味がないので、まあ謀策じゃなくてもね、
いやあ、あんまりこう固まりたくないんですよ、核がいるんでね。罹患だけは食らいたくないという気持ちなんですけど、うん、だから孫作だけはせめて逃がした感じなんですけど。で、まあ、とりあえず連環を使って時間を稼いでいただきたい。まともに喋れねえって。ただ結局水気を貯めそうにもちょっと、ね、資金がないんですよね、資金はね。ここはしょうがないんで、孫作が頑張るしかないんですよ。孫作が頑張って、一人でも多く倒す。頑張れ、頑張れ孫作、応援している。及ばずか。頑張れ、サコートも倒せ、サコートも倒せ、頑張れ、頑張れ孫作。ああ、もうダメだ、もうダメだ、ああ、もうダメ、もう無理、もう無理。まだ悪を。とりあえず守護神に守護が生き残ってるんで、なんとか頑張れるっていう。頑張る、頑張ります。せめて手厚く葬れよ、総猛徳の道を阻むことはできない。もらっちゃいましたね。いや、これもう万有行ってもよかったんじゃないかな、エスマスになっては。俺が取る。でもこれ確実に釣られてるんだけどさ、釣られてるんですけど、釣られてますよね。まあしょうがないね。釣らそうにもそれほどの余力がないというかね、カウント的にも。これは厳しいですね。そして兵力がカツカツなので結局逃げ帰ることしかできない、で残りカウント少ないけど、なんとか回復してからのって言いたいんだけど、これでもう一発内乱もらっちゃう。強いて言うならもう内乱もらいすぎな時点でちょっともうお察し。かといってこれから待ってももう巻き返せないんでしょうがないから、どうするかって小覇王なんですが、でも相手加工トンがいるから、加工トンがね。いやー加工トン無理なんだけどな。でも他に叩く計略がないんだよね、このデッキ。そう考えるとどうしようもないな、こうなると。まあですよねというところなんですよね。もうこの時点で罪なんですよね。いやーダメだな。だからちょっとやっぱり叩きどころがね、もうさっきでよかったんかもしれないよ。そうせやせめて内乱、孫作が死んで内乱をある程度、まあ言うてもかな。いやー厳しい。そしてここで一騎打ち。いやーなんてタイミングなんだ。劣勢であればこそ保温の好機。いや保温の好機とはいえちょっと劣勢すぎませんか、これ。この劣勢感はちょっと集大無理だって。ジョコウさんだってね、今日言ってたけど全無双って言ってたもん。無理だよ無理だよ。まあそれ以上にちょっと私も下手ではあるけれど、いやもうなんていうか、左遷って感じです。あー孫作治ったよ。もう手遅れだけど、とても手遅れですけど。ありゃー、はーい、すぐ戻れないよ、もう終わっちゃうんだよ。とりあえず塗りだけは頑張ったね。はい、負けまみた。いやーまあひどい、まあひどい。一応メインデッキ的な戦いしようぜみたいなノリだったんだけどね。これぞ我が誉れよ。ジョコウさんはまだハゲがハゲハゲハン、なんでもないです。というわけで、はいっていう感じですね。いきますか。反省会。指パッチンのキレが悪い。というわけで反省会なんですけど、まあてか結局カンタク推挙してね。まあ確かにね、だから前回も結局一時期干拓バージョンで全国やってたことがあったんですけど、まあ言うて無理でした。まあでもそうなんですよ。まあただ結局水鏡アモーとかやったけど、なんかその時のアモーがまあ前バージョンだったんですけど、結局なんか知力が結局知力じゃなかった、武力が20までしか上がんなくて、あれいつもと変わらないやないやキャーイみたいな感じだったんですよ。なんかあれもしかしたら俺あの時孫作にかかってたのかな。それはそれだな、恥ずかしいなって感じなんだけど、
まあ、とりあえずですね、あ、待てよ、そういうことか。まあ、いや、とりあえずそれはまた別の話なんでいきましょう。まあ、監督、とりあえずね、まあ、少なくとも伏兵で序盤はねって思ったけど、相手知力高いじゃんみたいなね、あんまり監督遠征にならないんですよね。まあ、とりあえずね、この柵の張り方はないです。はい。ほぼ抜けるじゃないですか、ここ。こんなんありますみたいな。で、ここもその気になれば、もしかしたら抜けれちゃうかもしれないよ。まあ、ここは抜けれないかな。いや、でもそれでもっすよ。てか、2枚にしてる意味がない。この、ここ、ここ何みたいなね。何を守りたいんですか、ここはみたいなね。ないかな。この張り方はないな。もういいんですよ、基本的に。橋止められればね、いいんです、基本的にはね。橋とここ止められればまあいいんですよ、柵の役割はね。はい。ってことで、ここでね、正直ね、マウカはすごく悩みました。せめてね、だってしのげないと思いましたもん、正直。まあ、案の定ですよ。さすがにちょっとね、なかったかな。まあ、別のタクは結構取れたんで、あの2体を普通に小覇王とかで倒しても良かったと思うんですよね。まあ、そうすれば相手に早々に再起を使わせることもできたし、良かったんじゃないでしょうか、というところでしょうね。まあ、それは完全に下手くそです。まあ、店内だからどうこうっていうのもあれですけど、ちょっとでもやっぱり遊び心が過ぎますね。特にこのデッキ使ってる分にはまあ負けちゃいけないと思うんだよな。まあ、させると、まあ、でも言うてそこまで減らないのはやっぱり、まあ言うてか、まあ、本当に付け焼き刃のような。まあ、孫作もうちょっと突然頑張らないとダメなんだよな。せっかく連冠かけてるんで。そう、猛徳の元に集え。ここはもう最悪、とりあえずリーチとかはもうしょうがないから、まあ集大はもうちょっと戦ってもいいけど、いやでもこのままもう一回城の中に避難した方がよかったな。ちょっと頑張りすぎた気がするな。なあ、リコでリーチ死なせたのはちょっとダメだな、ぬるいな。せめてちょっと相手の武力が元に戻るまでは我慢しないとね。まあ姫が落ちるのはもうしょうがなかったからね。いや、だからこの孫作もちょっと頑張りすぎて権力削られちゃったしね。手厚く葬れよ。そう、猛徳の道を阻むことはできない。もうだからやっぱあそこの最初のやっぱりあれですよね、朝鮮がね、まあ朝鮮がね、あそこの舞のところの時点でちょっとお察し感がありましたね。まあ、柵の張り方、警告の舞うタイミング、まあ、まあこれはもう本当にもうどうしようもないんで、こうなるともうダメなんですよね、後手。まあここも反省点かな。劣勢であればこそ法恩の好機。いやー、ごめんね、基本的に劣勢だったともうこの時割と無理なんですよ、集大さん。いやー、でもね、激強撃失敗だもんね。無双バーは2本ぐらいあった。無双が取れるバーは2本ぐらいあったんですよ。はい、まあなんともあれですよ。いやー、ひどかったですね。ダメだな、もうちょっとしっかりやらないとな。なんか中途半端ですね、こうやってみると。遊び心を出しているところとかが、まあ、ゆで柵とかも、なんで柵はなぜ適当に貼ったんやっけな。別に特に何かを試すってわけじゃなくて、パパッと置いちゃった感じなんだよね。いや、ないな。まあ、柵の貼り方を試してみたいというような気持ちもちょっとだけあったような気もするけど、まあ、ないねって話ですよ。ないです。そんなもんですね。まあ、いやー、ダメだな。まあ、しょうがないです。しょうがないのかな、しょうがなくないな。頑張っていこう。はい、お疲れ様でした。